大雪の影響で運転見合わせが続いていた JR 宗谷線が今朝から運転を再開しました。大雪の影響で23日の始発から運転の見合わせが続いていた宗谷線の名寄湾若内間では、今朝から一部の普通列車を除き、6日ぶりに運転が再開されました。 非常に助かりますあの今日動かなかったら、ちょっとわかんないから出られなかったので、鹿児島まで日本縦断をする予定だったんですけど、一、まあ、日後倒しにして、今日から出発ということで、ね、一方、関北線は、記録的な大雪になった遠軽町白滝を経由する上川西留シベ間で除雪作業が続いているため、少なくとも明日まで運転を見合わせますこのため、明日は旭川北間でバスによる代行輸送を行います。 また、専門線の川湯温泉みどり間も雪による倒木の撤去などのため少なくともあすまで運転を見合わせます。